あ、お兄ちゃん。太蔵くん。サッカーしよう。いいよ。太蔵、もう帰るよ。はーい。遊んでくれてありがとうね。兄ちゃん、今日もいないな。中学生になって部活が忙しいのかな。そういえばバスケットボール部に入ると言っていたもんな。あれ？君中学生じゃないか。タバコ吸っちゃダメだろう。うるせえな。分かっとるわ。で、君名前は？なんで言わなあかんの？おまわりさんに名前が言えないのか。せえな。なんだその態度は。名前が言えないんだったら警察署に来てもらうよ。太蔵くん、遊ぼうよ。うん。やっぱり優しくて面白いのままのお兄さんだ。あー、この間おまわりさんに注意されとったでしょう。警察の世話になったらあかんよ。はい。お母さん、今日公園でお兄ちゃんに注意したけど、なんであんなこと言ったの？あの子は太蔵にすごく優しいでしょ。お母さんにもそう。時々見かけるけど、にっこり笑って会釈してくれるよ。うん。あの子はタバコを吸ったらあかんっていうことぐらい分かっとるよ。うん。あの子がタバコを吸い続けて、その度におまわりさんが駆けつけたら、あの公園でみんなで楽しく遊べなくなるでしょう。うん。太蔵が怖いと思ったら、もっと小さい子はもっと怖いと思うはずだよ。うん。だから大人は見て見ぬふりをしたらあかんの。その後、お兄さんを見ましたが、またタバコを吸っていました。しばらくして僕は引っ越しをしました。だからあのお兄さんには会えなくなりました。はい、いらっしゃいませ。いらっしゃいませ。ここで働いてるの？はい、ありがとうございます。頑張ってるね。はい、あ、こちらへどうぞ。ほら、油残ってるだろ、これ。すいません。ありがとうぞ。はい。これも洗いが甘い。こうやるんだよ、こう。はい。お前、この皿をお客さんに出すんだぞ。はい。かっこいいな、お兄さん。ごちそうさま。美味しかったです。ありがとう。また来てな。いつもより、ラーメンが美味しく感じました。ありがとうございました。ありがとうございました。また来たいな。そんな気持ちになりました。ごちそうさまでした。美味しかったね。ねえ、お父さん。あのお兄さん、あんなにグレてたのに、
どうして変わったの？あの子は人生が変わるくらい素晴らしい人に出会ったのかもしれないな。先生、先輩、地域の人々、誰かはわからないけれど。僕も困った時、友達や先生、家族に助けてもらいます。僕の近所には、挨拶をしたら褒めてくれるおじさん。散歩の途中に赤いトマトをくれるおばあちゃんがいます。そんな人たちに助けてもらいながら、僕もかっこよく成長していきたいと思います。かっこいいな、お兄さん。